はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、2軍で活躍中の選手、まあ1軍に昇格あるのかないのか、また昇格あったらですね、まあどのような形でね、1軍に貢献していけるのかというところについてちょっとお話していきたいなというふうに思ってます。はい、まあサムネイルであったりとかね、そういったところで、どの選手をね、言うかっていうのはおそらく分かってるとは思うんですけども、はい、今日はちょっと4選手ね、野手4選手をちょっと皆さんに、紹介していきたいなというふうに思ってます。はい、まず1人目なんですけど、ティマ選手ですね。はい、皆さんね、期待されてる選手だとは思いますけども、僕自身もね、非常に期待してる選手であります。はい、ですね、今年ね、2軍実戦初めてというところ、1年目というところで、正直もっと苦労するかなっていうところ、打撃においても守備においても、もっと苦労するかなというふうに思ってたんですが、非常にここ後半戦ね、にかけて、打率であったりとか、ホームランに関しても非常に打ってるというところで、来季以降のね、支配下になる期間はですね、もう終了してるんで、ちょっと支配下になるかって言われたら、なれないんですけど、来季以降の、ティマ選手のね、活躍というか、支配下登録っていうのは、濃厚というか、100% だと僕は思いますし、非常にね、岡本選手がメジャーに行く、行かないみたいな問題もありますんで、そういったところでも、日本人ではないですけども、ほぼね、16歳からかな、日本にジャイアンツでやってるわけですから、準和製大砲のような形でね、4番に座ってくれる未来っていうのを、もうあと1年、2年、3年後ぐらいには来てるんじゃないかなっていうふうに思いますし、非常に期待できるんじゃないかなというふうに思います。成績見てもですね、97試合出ておりまして、2軍で一番出てるんですね、試合数で言うと。はい。で、打率2割5分、11ホームラン、42打点、OPS696 というところで、非常に、僕が想像してた成績よりも非常にいいというところですね。僕が想像してたのは、打率2割2分ぐらいで、ホームランが7、8本ぐらいかなというふうに思ってたんですけど、それをね、大きく上回るような成績を出してるわけですから、非常に素晴らしいなというふうに思います。守備に関しても、もともとね、その守備、ハンドリングが柔らかかったりとか、スローイングが、良かったりとかっていうのはありますから、非常にここから期待できればね、非常に面白い選手、守備でもね、バッティングでも貢献できるような選手になっていけるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。はい。で、二人目なんですけども、二人目選手、中山選手ね。はい。打率とか見ていくとね、成績見ていくと、66試合で、打率3割3分3厘、4ホームラン、30打点、OPS が914というふうな形になってます。もう2軍で見たらもう無双ですよね。はい。もう、非常に素晴らしい成績を出していると思います。ただ、1軍でね、特に打撃というよりかは、やっぱ守備というところで、少し安倍監督の苦言があったりとか、いろいろありました。実際ね、すごく難しいところではあるんですけど、やっぱりね、打撃の選手かって言われると、そうではないと思いますし、どっちかというと、やっぱりこう、走攻守全部揃ったようなね、選手だと思いますから、打撃がね、非常にこう、2軍でね、こんだけ打ってますけども、やはり守備のところにちょっとこう、不安があるというか、本人にもあるんちゃうかなというふうに思うので、そういったところで、今、サードであったりとか、ショート、セカンドのね、1軍のメンバーを見てても、非常にやっぱりこう、難しいなっていうところは、入り込んでいくのは難しいなっていうところはありますし、控えにもね、出口選手であったりとかっていうところもいるんでね、すごく、優先度が低くなる。1軍にいても優先度が低くなりますし、だったら2軍で経験積んでっていうところのね、意向もあると思うので、非常にね、今年、一軍に上がってどうこうっていう感じではないですけども、これだけ二軍で打ててるっていうのがありますんで、非常に、来季以降のね、アピールっていうところも、今できてるのかなというもので、課題は明白なんでね、守備というところをしっかりね、重点的にやりながら、一軍で、振り負けないようなスイングっていうのも改めて作っていってもらいたいなというふうに思ってます。はい。で、3人目なんですけども、北選手ね。キャッチャーの北選手なんですけども、成績見ていくとですね、71試合、3割1分6厘、3ホームラン、22打点、OPS763 というふうになってます。
非常にね、いい成績を出せてますと。で、まあ、キャッチャーで言ったら、まあ、山瀬捕手がね、非常にまあ、期待されてるところはあるのかなというふうに思いますけども、まあ、北選手もね、非常にこう、まあ、2軍でね、これだけの成績出せてますし、まあ、キャッチャーとしてもね、まあ、非常に試合数も重ねてるというところで、非常に面白いキャッチャーなんじゃないかなというふうに思います。ただ、やはり一軍のキャッチャー陣見てるとですね、小林、大城、岸田というね、まあ12球団見渡しても、一番レベル高いんじゃないかなっていうようなね、キャッチャー陣が揃ってますから、なかなか一軍に上がって今どうこうっていうところではないのかなというふうに思ってますし、まあちょいちょいね、今年に関しても一軍に上がって、たりとかね、してましたけども、なかなかこう出場機会がね、なくて、まあそのまま抹消になったりっていうのが、何回かあったと思うので、まあそういったところで、まあ本人もね、すごく歯がゆいというか、悔しい思いはしてると思いますし、まあ今、北選手のライバルというかね、抜かしていかないといけないところは、やっぱり小林選手だと思うので、まあ大城さんであったりとか、まあ岸田選手っていうのは、まだまだこれからというかね、まあ岸田選手なんかまだまだこれからの選手だと思いますし、まあ大城さんに関してもですね、まあまだまだっていうところがありますけども、まあ小林選手がね、少しまあ、まあ、菅野選手以外の時はあまり出てないっていうところもありますから、そこにどうやって割って入るかっていうところだと思いますし、バッティングに関したら、全然ね、劣ってないというかね、負けてないと思うんですけども、やはり守備での、プレーでもそうですし、やはりキャッチャーっていうのは、その、チームメイトからの安心感であったりとか、首脳陣からこいつに任せてて大丈夫やっていう、その信頼感もすごく大事になってくるんで、まあその守備力が高ければいいかって言われたら、それだけでは不十分で、やはり、チームメイトからの信頼であったりとか、スタッフな。スタッフ、コーチ陣からの、例えば、今だったら小林に任しといたら大丈夫だろうっていうところ多分あると思うんですけど、まあ、そこまでとは言わないですけども、まあ、北に任しといたら、まあ、大丈夫だっていうふうに思われるぐらいの、守備での信頼感っていうところを取っていけるとですね、非常に、大城、岸田というところとも、まあ、勝負していけるだけのね、まあ、2軍での成績が出せてますんで、面白い選手なんじゃないかなというふうに思います。はい。で、最後、4人目、萩尾選手。はい。まあ、今年もね、非常にこう、まあ、一軍に上がってきて、まあ、非常に、まあ、インパクトを、ちょっと、少しですけども、まあ、インパクトを与えた選手ではありますけども、今ね、まあ、二軍にいて、まあ、頑張ってるというところです。まあ、成績見ててもですね、43試合、打率2割6分8厘、7ホームラン、28打点、OPS911 というふうになってます。まあ、やはり、率もね、率こそ、まあ、2割6分8厘というところですけども、まあ、OPS が911あるんで、まあ、非常にね、長打もそうですけども、まあ、出塁率というところも高いんじゃないかなというふうに思います。まあ、よくね、萩尾選手がなんかホームラン打った映像なんかも、よくね、YouTube であったりとか、X でも流れてきますし、まあ、非常にね、選手としても、まあ、人間としてもね、すごく明るい、勝ったりとか、チームリーダーというかね、そういった形にね、なっていけるだけの器の選手かなというふうに思うんですけども、やはりね、まあ今レギュラーでという形で、一軍でというところはちょっとね、今厳しいんちゃうかなと思います。というのも、まあやはりモンテスがまあレフトに回ったりとか、まあ佐野選手がね、まあヘルナンデス選手のカバーをしたりとかっていうふうなところはありますから、まあ、なかなか、スタメンでっていうところはちょっと厳しいんじゃないかなというふうに思います。ただしかしですね、まあその、今、これまで言ってきたティマ、中山、北選手とは違ってですね、まあ、一軍に昇格する、再昇格する可能性は高いんちゃうかなと思ってて、まあ今現状ね、まあ、控えに、まあ、長の佐々木、オコエとかいますけども、やっぱりね、佐々木選手ね、代打で結構出たりとかするんですけど、まあ左なんで、唯一の左なんで、結構ね、左の代打という形でね、出たりするんですけど、結構こう同じようなね、形の同じような、まあ空振り三振をしたりとかっていうところが結構目立ったりしてるので、まあそういったところでね、まあ左の代打がいないとかっていうのは結構まあ、まあ、痛いっちゃ痛いんですけど、まあ正直ね、まあ右ピッチャーでも、右バッターでも、まあ左ピッチャーを苦手とするバッターもいますし、ピッチャーもいますし、その逆もいるわけなんで、まあその、僕はね、あんまり左対左とか右対右とかっていうのはあんまり気にしないというか、まあ多少はあるんだろうけど、実際その逆の成績を出してる
選手もいるわけなんで、どっちかっていうと選手のやっぱり調子っていうところをね、重視して僕は、もし僕が監督だったんですけども、やっていきたいなって、起用していきたいなというふうに思うので、まあ、そこ最近の佐々木選手の打席の内容を見ると、まあ、左は確かに大事やけど、左の代打大事やけど、これ、萩尾がもしいいんやったら、萩尾上げた方がええんちゃうかって、思うようなところはあったりするんで、うん、なんで、まあ、萩尾選手もね、まあ、その、スタメンで出れるかって言ったら、ちょっと難しいかもしれないですけども、まあ、そういったね、ところ、代打であったりとかっていうところも、活路としてはあるのかなというふうに思うので、まあ、この今4選手、紹介させていただきましたけども、まあ、その、まあ、萩尾選手ですかね、まあ、一番一軍に上がって、なんとか、できるかなっていうところは、多少あるのかなと思いますんで、まあ、去年ね、ちょっとまあ、一軍のストレートに振り負けてて、今年ちょっと対応できたけども、またこう、ちょっとこうね、壁にぶつかってっていうところで、まあ、ホップ、ステップっていう感じで今来てると思うんで、まあ、来季はね、ジャンプというところで、まあ、同期のね、浅野選手がこれだけやってるわけですから、それに負けないようにね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで、ね、今日ちょっとね、すいません、ちょっと変なところでの撮影になって、本当に申し訳ないと思ってるんですけども、ぜひね、皆さんの、ね、意見とかあったらですね、教えてもらいたいなというふうに思いますし、その他にね、2軍でいい選手いたらですね、再チェックしたいと思いますので、ぜひね、コメント欄よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。